ちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはワイルドセナ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくワイルドセナ行きました。続いて前へ行くのはブレイトコンコルド、さらにはピーチアトラクト、10番グロリーチャイム、その後ろルビアの後方に控えました。それでは先頭からワイルドセナ先手を取りました。2番手に2番タケデンファイター、赤の帽子グレイトコンコルド、その後ろタケデンファイター、早くも先頭。2番手はグレイトコンコルド。さあタケデンファイター逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タケデンファイター先頭、差はほとんどない。2番手はグロリーチャイム、残り200m、タケデンファイター先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、ビクトリーチケット前に行きそうです。ブラックタイヤフェア、それに続いています。さらにはリズム、5番ロジーナ、その後ろスクリーンスカウント、後方に控えました。それでは先頭からこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭に戻りましょう。ロジータ先手を取りました。並んで6番ブラックタイヤフェア、合計2000、好位をキープ。リズムすぐ後ろ、その外にメイクスキープ、その外からシグナルへ行こう。すぐ後ろにアンブライドルド、並んで8番レイオーネット、フライズド、この馬もこのグループ。すぐ隣にレアリングキス、すぐ後ろにスクリーンスカウント、しんがりからスムースエリート、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はブラックタイヤフェア、ロジータほとんど差がありません。ビクトリーチケット3番手、合計2000、いい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はブラックタイヤフェア、内からはロジータ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってシグナルへ行こう。差はほとんどありません。2番手はシグナルへ行こう。あと 200m、 ブラックタイヤフェア先頭だ。ブラックタイヤフェア先頭、合計2000、合計2000、もう一伸び、合計2000、合計2000、1着にはどうやらアンブライドルド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。合計2000、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ウィックブレイブ前に行きそうです。イクノディクタス、それに続いています。さらにはエンスコンス、11番フリートダイヤ、その後ろ。では前の方から先手を取ったのはイクノディクタス、その隣にウィックブレイブ、その横にエンスコンス、フリートダイヤ、そのうちに続いています。その外にキュートセレナーブ、ディバインサンシャイン、そのうちに続いています。その後ろにセントラルエミネンス、その隣にスカーレットキルデー、内からはフレンチフェアリー、白の帽子セイントドリーマー、その後ろ。では前の方から先手を取ったのはフリートダイヤ、すぐ隣にフライトマーメイド、好位置をキープしています。イクノディクタス、オレンジの帽子ウィックブレイブ、その後ろ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。フリートダイヤ先手を取りました。これに続くのがウィックブレイブ、イクノディクタス、好位をキープ、エンスコンス、そのうちに続いています。
います。その隣にブライトマーメイド。さあ先頭はまだ11番フリートダイヤ、2番手は肉のディクタス。絶好の手応えです。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った肉のディクタス、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 肉のディクタス差を広げる。2番手はフリートダイヤ、肉のディクタス今ゴール。段違いの強さです。肉のディクタス1着、2着はパールブレスレット。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。肉のディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ここは綺麗に揃いました。さあ果たして何が行くでしょうか。スリーボマ前に行きそうです。リジウス、それに続いています。さらにはミュージックドーン、8番オレンジメドレー、その後ろナイトシャープ、後方から、それでは先頭からワンダフルカントリー先手を取りました。その外からスリーボマ、内からはミスティコン、リジウス、そのうちに続いています。内からはネクタープロテクター、バンブーメモリー、いい位置です。内からはグリーンアロー、その外からラフハビット、その外にクラシックドリーム、その外からカリビアンドラマ、内からはオレンジメドレー、最後方にナイトシャープ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはミスティコン、クリス・ザ・シグナル、それに続きます。黒の帽子ミュージックドーン、その後ろ、さあ先頭は依然として1番ミスティコン、ミュージックドーン、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ミスティコン先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 先頭はミュージックドーン、ヘクタープロテクター、必死に追いすがります。バンブーメモリー、ヘクタープロテクター、食らいつく。バンブーメモリー、バンブーメモリー、1着、2着にはどうやらヘクタープロテクター。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。バンブーメモリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.